物だよね、これ。動物です。動物だよね。動物です。お名前なんて言うんです？ボンちゃんです。ボンちゃん、よろしくね。10キロ近くあります。あ、重たい。大丈夫、テンション飼ってる。でもそんぐらいです。あ、そうですか。なんかめまいする。僕もめまいがする。すごいなんかめまいする。ふわっとする。いつもね、なんかジェットコースターに乗ってるような気分。何の感じに肩は痛いけど、なんか急にめまいする。それなでしょう。肩は痛いけど、めまいする。これあれだね、無意を何も感じないあたり、やっぱあれなんだね。いや、お邪魔します。あ、そうだ、はい。そっか、はい、気になるのってさ、はい、主に階段気になりません？あ、ありますよ。環境が違うんだよ、ここだけは。あのね、玄関入ってきたらもうこっから私よく見ます。こう見ます、ね、はい、そうです、そうです。だから私その時は子供たちに今行っちゃダメって言います。ね、はい、ここダメ、これだな、ここか、はい、キャー。だから私嫌なので、この月当たりに明るい、うん、とかひまわりとか、うん、そういうの飾ろうかなと思ったりとか。あ、なんか変、私まで気分がなんかおかしくなってきた。おかしくなってきた。なんか目が変。すごいでしょ。うん、変。なんか変。何も感じない。なんとも言えない。それ、あの、ミキが今、僕がいるから、はい、ミキが完全に守ってくれる。おぉ、カチンって言いましたよね。はい、聞こえなかったよ。2階からカチンって、うん、パチンって言って。何も聞こえなかった。猫、2階は基本寝るときしか誰も余らないので、猫ちゃんが基本寝てます、2階は。猫はこれ3匹いて、1匹は、うん、2匹だけが2階にいます。この子人間が好きなんで。僕動物がダメなんです。ああ、ごめんなさい。僕ね、動物のこの波動が苦手なんです。ああ、そうなんですか、うん、だから動画でも動物嫌いなんです。ああ、そうですよね。そうそう、うん、はい。ああ、やっぱこのここですね、完全にこの、ああ、こっからここの範囲だけだな。あ、やっぱ当たってますかね、私。当たってます、当たって、大丈夫です、はい、よく感じてます。うん、はい。この玄関から階段上がる真ん中くらいですか、上まで。いや、上までではないんですよ。あのね、そこね、この曲がりくねったとこ、ここ、そうです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 、ここら辺、ここら辺まで。あ、なるほど、この U ターンになってる部分のところぐらいまで。あ、そうです、そうです。あ、よかった、分かってくれる人がいて。まあ、私嘘つき呼ばわりされるんじゃないかと思って、家族に。あ、本当に。はい。ここ開けるときって嫌な気持ちになります。あります。あの、ここ和室なんですけど、ね、押し入れも嫌です。だよね、だよね、これ、はい、そうだね、はい、あ、ごめんなさい、入ります。はい、あ、この子です、さっき言ってたアゴシャクレの子にも守ってもらってましたって。あ、ここ、これちょっと、うん、あ、入ってください。ああ、こっからはそこまでか。で、私がよく感じるのはここ、こうです。私が感じるのはこうです。で、そこに、あのね、ここに私がこうたまにこう背もたれすると、ここからドンってきます、ね、はい、そうですね、こうおかしいんですよ、はい、うん、そうです、そうです、そうです。ああ、よかった。私、インチキ呼ばわりされるかと思って。いや、インチキじゃないです。誰も信じてくれないから。あ、そうなんですか。誰も信じてくれないです。いや、僕別に疑ってもないです。でも、いつもなんか、みたいな。もう真っ先にはこの、まずここ下駄箱はもう絶対気になりますよね。あ、そうです、カビるんです。カビがひどくて、私
あた家族で開けると気持ち悪くないですか。いや気持ち悪いです。だからあの湿気取りをよく私変えてます。でこの棚を作ったのは今の主人が作ってくれたんですけど、ここ本当は寸胴だったんですよ。これ取っちゃまずいぞ。そう。あ、全然いいです。何も大事なもの入ってないんで、ここはあの物置なんで。これ本当に毎回開けるときって辛いよね。多分。そうです。あの気分悪くなるんですよ。ね。はい。てか正直。ここも気分悪い。そうですそうですそうです。どこ？ここはそうですそうですそうです。ここからコーヒーを飲んで。今。そうです。横そうこの縦じゃなくて、いや斜めになってる、斜めに入ってってる。そうそうなんです、そうなんです。多分ね、あ、ダメだ、猫ちゃんどいてくれ、ロンボさんと、はい、ここから、はい、ごめんね、触れて、あ、はいはい、セクハラって言わないで、全然言わないです。多分こっからだと思うんですよ。あで、ずっと来て、そうです、そうです、そうです、この辺で変わるんですよ、気分が。あ、そうです、そうです、今もすでに変わってきた。ずっと変わってくるんですよ、うん、だからもうこっからなんですよ。あ、だからこの曲がり、そう、曲がりくねったとこまで。曲がったとこからコーヒーに来てんです、今。コーヒーに来た。はいはいはい。ちょうどこの斜めにこの曲がりくねったラインに行くような感じ。大きさがこう、このぐらいあるのよ。まあまあできる。いや、僕の見た中では一番でかい。おっと。え、それは冷凍ですか。冷凍ですね。ああ。悪く冷凍って言われてる。完全な冷凍ですね。で、ここら辺で終わるのよ、はいはい。あ、そうです、そうです。多分抜けるんでしょうね、多分。ここで終わっちゃうんですよ。はいはい、そうです、そうです。だから、だから奥さんが見えるのは、だいたいこういうふうにふーっと消えていくような。そう、そう、閉めると、あ、こんな感じで見えてるんです、私。はい。ね、今行っちゃダメって言います、いつも。でももうなんか慣れたよね。これは慣れない方がいいと思うけど。なんか、頭重い、気分悪い、急に、今まで慣れてたのに。あ、もう僕が来たからです。これもう仕方がないです。もう、はい、除霊師が来たら、はい、ちょっとの霊感ある人たちはみんな気持ち悪いって言われますから。はい、でもミキさんが守ってるよね。そう、こういうのはミキさんが守ってくれる、僕の場合。要するに、除霊されたくないから、はい、あ、普通に正常にさせるっていう。なるほど。ここか。これどうしたら、これどうしたらいいんですか。わかんないですけど。いや、もっと範囲広いんかなと思ったら、思ったより狭い。うん、そうです。なんかもうとにかくこう斜めなんですよ。うん、斜めですね。完全になる。うん、はい、完全に。ここに変な話。はい、僕からの目から見ると、うんうん、はい、ここはもう完全にマリンブルーじゃん、もう濃い青の道がコーヒーにずっとここまであるわけなんですよ。だからあの私定位置がここなんですよ。私ここでいつも食べたり飲んだりするんですよ、うん、具合悪いんですよ、ここにいるとめまい起こしたりとか。これ消せねー、でけー。じゃあ一つ言っていいですか、はい、前コメントで、はい、私ほら金なんか金色の透明の、はい、なんか玉っていうかおたまじゃくしみたいなの、うん、見えるんですけどって言ったらおばあちゃんかな、おばあちゃんの木ですっていうやつですね。でもここでよく見るんです私。おばあちゃんの木を探すか、おばあちゃんの、おばあちゃんが開けたか。じゃあでもここでよく見るんです私。おばあちゃんってここで住んでたわけじゃないですか。住んでません、うん、はい、実家が、実家はもうずっともう福井の方なんで。実家っていうと、俺よくわかんないな。実家は あっちです、あっちです。はい。福井、あ、こっちか。あ、そうです、そうです、そうです。あ、そしたらもう完全、あれやね。ドッバーンと、実家から続いてるってやつですね。あ、ちょうどこっちなんですよね。うん、こっちですね。方向ですよ。あ、そうです。東、南、あ、東はこっち、そうやね、南西の方やね。はい。こっちの方からこういうふうに、うんうん、そうですね、こうですね、はい、金の玉っていうのは今そこにおるんですよ、階段のとこに。ああ、見えない、見えない。今はちょっとわからないですね、うん、見たくないです。、うん、これえ、ってことはこれって僕もここにおるのこう気持ち悪いもんです
しょう、でしょう。あの、すっごいブランコに乗ってるね、今日。ああ。ここ最近ずっとめまいが、まあ、私毎日あるんです。貧血に倒れそうなぐらいだね。うん。ここでよく言ってるの、具合悪いって。悪くなりますよ、これ。私にはそういう息子みたいな強くなれるものはないんですかね。いや多分これをまず消さないといけないと思う、はい、消えるんですかね。でも霊道、いや霊道でけんだよな。俺これ過去最高なんですか。過去最高だな、僕の中では。だいたい本当このぐらいが一番でかい。トンネル並みやね。じゃあもうトンネルも下手すれば本当に悪霊でも通れるぐらいの、いやだ、うん、いやだ、負の連鎖ってやつだね。これだからそこにいると具合悪くなるんやん。これ少し僕どんなもの高さ、俺らのタッパぐらいあるの本当に。は俺らの身長ぐらい、こうやってくぐれる大きさだ。ああ、150ぐらいかな、そんな。0から150センチのなんていうの、レードってでかすぎんか、マジで。去年まで私、下の子のとここで寝てたんですって。はい。たら、ここら辺が暑かったんですよね、いつも。マジですか。そう。それは落ち着いて寝れたんですか、結局。寝れてない。もうなんかすぐ起きちゃうみたいな、そういう。さっきからめまいしますもん。なんか、なんとも言えない。すげえ。すげえな、ここ。あらまあ。僕、エアコンの中に入ってるような気分だもん。涼しくて何より、涼しくて何より。響きが。結構でもなんか、うん、よろしくないものを見てるね、この子。そうですね、この子が多分一番強いと思います、うん、おるの言ってもいいんですけど、そっか、これをどうしようかな、何とかしよう、何とかしよう。マスコッチ、よいしょ。俺らがこっちおる分には OK かい。おいよ。なんか変な個人情報書いた紙が。あ、ごめんなさい。おばあちゃんの入院の。これやろう。はい、今見てくださいね、これ。ここが霊道がない方です。霊道のある方に持っていきます。今ここが霊道と限界の境目です。ほら、見える？揺れてる、それが。見えますか、これ。揺れてるんです、これ。こんだけ。今これ十字架に、十字架を切って、十字架を切ってっていうよりもプラスっていうやつかな、振り方が。
よく見ててくださいね、皆さん。これが霊道の振り方です。これ今だんだん違う振り方に変わっていきます。ほら、カメラから言うと今縦で振られてます。で、だんだん斜めに変わってきて、また戻ります。わかる？動画ではすごく多分わかりやすい形で伝わってると思うんだけれど、うん、これがなんでまた変わります。で、こっちに変わります。こっちに持ってきますね。そうすると、止まるんですよ。風が止んだみたいな感じに。で、こっちに来ると、こんだけ動くんですよ。ほら、どう？この揺れは大きい方ですか？大きいから大きく揺れるんだろうな、これ。これどうしよう。思ったより難しい案件来てて、草なんだな、うん、案件すごいな。もうちょっと調べるべきだったな。軽く見すぎた。今とりあえずこっちだけ僕塞ぎます。はい、入り口側っていうのかな、入り口側っていうか、実家の方面かな、こっち。そうだと思うんですけどね、うん、こっちだけ僕塞ぎます今から、うん、今なぞってるあたりがその霊道がある場所。なんか今の感情でも実況してもらえると、今実況しながらやらんの俺疲れる。いや、あの多分ね、見える人からしたらすごいことやってるんだろうけど、何一つ俺の中で伝われねえんだ、霊感ない目線で見ると。今はこのここにある霊道に、はい、今まあ強いて言えば僕の場合は善人な気を使ってるわけじゃなく、うん、悪霊だけを抑えてる。霊道を全部閉めれることはこれは無理だと思うんで、いい子だけ通れるように。そうだね、害のない奴らだけは通れるようにして、害が出るような奴らだけを抑え切ってるだけ、うん、それ抑えられた悪い子はどうなるんですか？ここから通れ、ここ通れないけど、こっちからコーヒー抜けるから、こっちからコーヒー抜けたとか多分見たことないですよね。コーヒーは見たことあるんですね。コーヒーはないですよね。ないです。なら言うと、いつ、うん、車で言うといつ、違う、いつはいいねんけど、悪霊だけそのなんていうの、いつのそこで止まるじゃん。その止まったやつらは、お母さん体験してみますか。すげえクラクラしますよここ。もうめまい結構さっからあるので、この子がちょっと、ほら、なんと無防備な。あ、もう私ここ来るだけでダメですもん。もうここ嫌いでしょう、うん、ここ嫌いですもん、ここ嫌ですもん。ここね、特に湿気が入って壁が濡れる感じがするんですって、うん、夏でも、夏でもそんな感じがするんですよ。
あ、もう特にここら辺。君たちはここにような感じする。ほら、なんか湿ってるでしょ。ここ触ってみてください。ああ。どう？違う。なんか私はどっちかっていうとこっちの方が湿ってる。感触変わってきたでしょ。うん。こいつずーっと撫でていくと分かるはずでしょ。ああ、言っていいですか、正直なこと。うん、いい、どうぞどうぞ言ってください。すごい。ここら辺から冷たい感じする。しめしめ。どうですか？湿ってます。いや、やらせじゃないですから。湿ってます。どこぞの、どうぞ、どうかと違って。ああ、湿ってる。湿ってるんですよね、湿ってます。なんか、夏でも湿ってるんですよ。これを、少しずつ、膜を張っていくんですよ。はい、ああ。この壁全体的にも湿ってる気がする。そう、これ仕方がない。うん、こんだけ深っとけば、はい、広くもなりますよ。あ、うん、何やってるかわからん。地味だろ、俺。それは不安できんわな。だからでもいいよ。だって、ここの3人だけは信じてくれとるもん。あれ、無理かもされないな。俺、絶対俺信じてないもん。からここでよく飛び物を飼ってるのが私見えてるんですね。もう猫がもう証明してます。落ち着いてますから。うわ、すごい汗が出てくる、うん。さっきクーラーの中におったのに。今は暖房ですか？地味だろう。ごめんな。この動画すげえ地味なんだ。俺覚えてやりたくないんだよ、このふさぐの。なんか湿ってるんやって。前から湿ってるなぁとは思ってたけど、冷凍とは思わなかった。これが冷凍なんですよ。なんでと思って、おかしいと思ってたのよ。当たってます。全部が当たってます。外れてません。外れてないですか？外れてないです、今日。もう 100%、120%。増えるかな？嫌われるかな、逆に。気持ち悪いって言って。いや、どうなんですか？気持ち悪いって言われるんですよ、僕のこと、みんな。一視聴者目線として、このかっちゃんが言ってくれたことで、当たってる、すごいって思うわけじゃないですか。はいはいはい、これ、自分が今すごいと思う気持ち、そのリアルで会ってる時のこの距離感と、動画でこういう他の人のことを言い当ててる距離感で、やっぱりなんかマイナスな捉え方ってあります？ないです。ないって。どっちかっていうと私オープンで嘘つけないタイプなんで。僕も嘘つけないもんで。ああ、そうですか。ズバ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 言って嫌われるんですよ。私も嫌われるタイプなんで。一人怒れるよね。キモいとかさ。ああ、うん、でもここ霊能者さんたちとか来てないんですか？来てないです。やってないんですかね。はい、やってないです。いや、そこに関しては俺らが変わってるだけだと思うわ、こんな風に。じゃあ行くねっていう軽いノリでさ。すごい軽いノリで来たな。これで感じるか、ちょっとやってみてください。はい、本当に正直に言ってくれれば構わないので。あの正直に言うと、さっきより少しカラッとしてます。下の方もだいたい。そうね、なんか妙にちょっとベタつき感はまだありますけど。ああ、今のところまだね、今はまだ塞いだばっかりだから。先ほどのベタつき感ではないです。できた。うん、これで入り口は塞がって、あとはもうここだけだから。これが徐々に消えていけば、多分お母さんここは落ち着ける場所になると思います。わかりました。そしたらここでもうアル中になれますよ。はい、僕はもう全然熱い。そう、めっちゃここ涼しいぞ。俺はただ単に暑がりだもん。いや、この冷気はすごいもんですよね。